大学の医学部医学科に合格した森ゆきくんに来てもらいました。イエーイ。お願いします。僕がやはり合格したのは T タイム。数学の偏差値が60ぐらいで止まってたのが、うん、70を普通に超えて。何回ぐらい反復した？いやちょっと数えられないですね。数えられない。まず、X 軸 Y 軸取った時に X の2乗プラス Y の2乗が5の2乗になって。受かりたいならそろそろ本気出せ。どうも、いばしおりです。今日は今年なんとミスターステップアップの卒業生で神戸大学の医学部医学科に合格した森ゆきくんに来てもらいました。イエーイ。お願いします。めっちゃ緊張してるけどね。大丈夫？大丈夫だね。ちょっとズバリね、合格の秘訣教えてほしいなと思うんだけど、ズバリこれみたいなのってある？僕がやはり合格したのはティータイムかなと。ティータイム？ティータイム？ティータイムです。ティータイムね。ティータイムとは何ぞやということなんですけど、私たちのこのミサセパップという塾では毎朝8時40分頃にですね、スタッフの奥さんたちがおにぎりとか、あとはラスクとか、その手作りで持ってきてくれて、あとお茶もね出てくるんですよねっていう時間があって、みんな塾生たちはその時間をめがけて塾に来るわけなんです。おにぎり、ラスク、ティーを、もらうためにね、早起きして8時半に起きたらもう寝癖ボサボサボサでももうダッシュ出てくるっていうねぐらい、すごい美味しいおにぎりとね、出来たての本当にお菓子が出てくるんですけれども、それに毎日参加してたと。なんでティータイムが良かったかっていうのって何かある？ティータイムでそのなんか、まあ、エネルギーをもらうというか、すごい勉強のやる気をもらって、そこから勉強できるルーティーンの一つだったかなみたいなのはありますね。参加できない日もあったの？いえ、全部参加しました。すごい。毎日絶対8時40分には行ってたの？朝5時までとか喋ってもらった時とかあって、喋ってもらった時も、うん、8時半には絶対行こうと思って、うん、すごっ。ティータイムは出てましたね。それだけは逃さなかった。それだけはそんなに楽しみにしてたよね。でそれがまあ生活習慣も作ったし、モチベーションにもつながってたっていうことかな。そしたら合格の秘訣2つ目、ズバリ数学の成績が爆上がりしたことかな。爆上がりした？どれぐらい上がった？数学の偏差値が60ぐらいで止まってたのが、うん、70を普通に超えて。60の壁が超えれてなかった。最初どういう勉強をしてたの？この相互点研究をずっとやってて、ここで教えてもらってるセルフレクチャーをやりながら解法をずっと入れてたっていうか、この問題出たら瞬時に言えるかなみたいなのは作ってましたね。何回ぐらい反復した？なんかボロボロ感出るけどね。いやちょっと数えられないですね。数えられない。50回くだらない。50回はやってます多分。いや絶対やってる。やっぱすごいね、反復回数がね。でなんかこう反復してる時に一皮むけたなみたいな、あ一線越えたなみたいな瞬間ってあった？ただ反復してるだけだと1対1対応になったんですけど、その伊庭さんとかに言われてたのが、どうやってそういう思考回路に行くかっていうのもちゃんと反復した方がいいって言われてから、この問題から似た問題まで汎用が効くというなって、うん、壁を越えられたんかなと思ってます。あーなるほどね。これだけで受かった？いや、神戸大の過去問も24年分やりました。24年分、これはね、この青い可愛い表紙の24年分、これどれぐらい期間でやったの？いつ頃から？これちょっとあんまりその共通テスト終わってから時間がなくて、うん、まあ、5日ぐらいでやったかなって感じ。5日その5日のスケジュールどういう風にやってたの？ひたすら解きまくるっていう感じ？朝からずっとこの過去問とノートを置いてもうずっとやってましたね。でトイレとかもその前やったとこの反復をこう見ながらずっとやってたりとかして、トイレの時間も活用して1日中数学やってました。維持の時間を除いて8時間ぐらいは多分数学やってましたね。ばっかりやってた。まあでもこの5日間で24年分を解けるっていうところまでのその土台作りがもうね、ガッチガチにできてたからこそこの最後の解きまくりが生きたなと思うけどね。やっぱやってみてこう力がついたというか、感覚が変わったっていうのってある？あれやってみて、なんかその神戸大が効いてきそうな問題というか、うんうん、神戸大が好きそうな問題っていうのがちょっと分かるようになったというか。おーすごい、神戸大学の気持ちが分かるようになったと。でここまでやって実際本番の感触ってどうだった？本番は5問中3問完答して、うん、まあ、2問半完というかしたかなと思ってます、ね。ああそうなんや、まあ、今までよりもうまくいったなというか、うんうん、あかなり前線したなっていう感じだったっていう。
過去問練習した時は最高でも3巻というか、うん、悪くて1巻とかだったんで、この過去問をやってる時に微積だけは絶対に裏切らないって聞いてたんで、うん、微積はそのずっと3週ぐらい反復していった時に、うん、本番は4問微積が出て、うん、4問4問出たん、まあ、当たったかなみたいな感じはありますね。でもそれを信じて貫いてやってきたことがね実ったのかなっていう感じだったんですけど、うん、このね神戸大学最終的に参観するに至ったこのセルフレクチャーっていう勉強法をやってるとこを見たいなっていう、ぶっちゃけあこういう風にあるんやなみたいな、すごいなとかなると思うから見せてあげてほしいんだけど、いける？わかりました。ちょっと緊張に弱い緊張しいな森園なんですけど、奮発してもらってやってみてもらいたいと思います。じゃあもういつも通りでいいから、ちょっと、うん、もういつも通りありのままでちょっとやってみて、はい、で垂直な壁に立てかけた5メートルのはしごがあって、その下端を毎秒12センチメートルの一定の速さで水平に引く。で、3メートルになった瞬間における、速さと加速度を求めようってきてるんで、まず、X 軸 Y 軸取った時に X の2乗プラス Y の2乗が5の2乗になって、で、毎秒12センチで水平に引くんで、 X 軸の方が、X 軸微分したやつの方が、12になると。で、この式を T で微分したときに、これで速さの式と、座標の式が出てきて、でこれさらにもう一回微分すると加速度の式が出てきて、で速さと加速度を求めたいから、これにそれぞれを、3メートルだから X が3に代入して Y 出して、この速さとか出していって計算できれば答えになるかなと思います。うん、なるほど、めっちゃスラスラ出てきてるね。で今の問題のなんか意識してたこととかポイントとかってある？その求めたやつがまず速さと加速度なんで、座標から速さと加速度どう求めたらいいんかなっていうので、速さと加速度と速度の関係がその微分でできるっていうところを意識すると、やっぱその時間で微分してあげれば出てくるかなみたいな、うん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 、でね、バイ分数学っていうやつやね、うんうん、速さって言われたら dydx で、加速度って言われたら d2ydx2 っていうね、与えられた条件を数式に直して答えを求めていく、うん、ゴールからの発想っていうのと近いかな。じゃあ次2問目、続きの問題やってみてもらいましょう。621です。半直線 OX が O の周りに毎秒1ラジアンの加速度で回転していると。 OX 上を運動する導点 P が T において O からの E の 2T 上の距離にあるという、微呼吸 T における P の速さを求めてきてるんで、まずこれが角距離が R のR イコール2 E の 2T 乗になって、角速度で1ラジアンで角速度になってるんで、角が θ イコール t になると。でその時に、極座標的には x イコールと y イコールこの式になるんで、で速さを求めたいからこれ微分して、この公式に代入してあげれば出てくると。でなす角が、時刻にやらないことを示せばいいので、コサインのあの式を公式を使えばいいかなと考えて、コサインイコールで、この式にそれで代入してあげれば出てくるかなと。おー、やっぱつまらないね。え、今の問題のポイントはあった？今の問題のポイント、うん、なんか、これをこの角速度って言って距離が出てきたら、まあ、極座標を使うんかなみたいないうのは、うん、で極座標で思ったら、まあ、あとはさっきと同じで速さとか加速度の話になったりとかするから、うんうんうん、そこからいけるかなっていう。線引いてるポイントというか、どういう時に線引いてるってのってある？なんか、この確実にこことここが対応してるかなみたいな、その1対1対応してるところを線を引いて思考を追いやすくするというか、この文章が出てるからここの式になってるよねっていうのはやってます。なるほど、分かりやすい。結構丁寧で落ち着いた性質やったから、これやったらできそうって思ってくれる子が多かったと思うんですけど、こういう風にしっかり問題を見て答えが言えるようにしていけたら、どんな参考書でも仕上がっていくので、森蔵くん通りにちょっとやってみてください。
あとはその本番得点力をこうつけていくというか、この反復しても本番で解けるかどうかって別やったりするとか、うんうん、で本番めっちゃ意識してたことってなんか他にある？そうですね、その総合的研究とかで解法を頭に入れて出るようにした時に最後まで解けない時とかがあって、うん、なんか途中で計算ミスとかが結構多かったんで、うん、どういうところでミスってるのかなっていうのを一回一回確認した時に、うん、僕が結構ミスりがちなのが、コサイン6分の π とコサイン3分の π がこっちになってるというか、あーなるほど、うん、どっちが2分の1だったっけみたいな、うん、とか、あと二次方程式の解の公式があるじゃないですか、うん、その4分の1公式と4分の1じゃない時があって、うん、2分の1するんだったかなみたいな、うん、っていうのは結構ミスりがちだったというか。なるほどね、割とこう平凡なミス多いよねそこで間違えるんやみたいな、うん、なんかみんなやっぱ医学部勝ったってなったらめっちゃできるんじゃないかなみたいな、でも完璧なんやろなみたいな多分思われると思うんだけどうん、うん、結構そういう平凡なミスとかあやっちゃったみたいなのニアミスと戦ってるっていう感じだよね本当にね。で去年はちょっと残念ながら合格をつかめなかったっていう感じやけど、今年はもうバッチし合格をつかんだっていうことで、それまでの違いとか思い出とかってなんかこれは一番みたいなのってあったりする？いや、 やっぱまかないですね。まかないご飯ねうちご飯出してるので1日2回お昼と夜とご飯を出しているんですけれども、それが一番の思い出だと。思い出です。どういうところが良かったとか、どういうメニューが一番美味しかったとかある？僕あの火曜日のトーストと水曜日のパスタだけは、うん、火曜水曜ゴールデンデーみたいな感じ。あの週末になって月曜になって火曜の朝になるとテンション上がってますね一番なんか1年の中で思い出に残ってる話というかあったりする？その1年間の思い出はその伊庭さんにボコボコに怒られ始めてで、でその1個なんかやっぱ転換点みたいなのがあって、うん、まあ、ボコボコに怒られて、で1回そのなんか僕の思ってることというか、うん、を言えた時があったというか、うんうんうん、でその時になんかその伊庭さんがそれにかぶせてボコボコに怒るんじゃなくて、うん、そのまあ、受け止めてくれたというか、うんうん、そんなことを考えてるんだみたいに言ってて、うん、それなんかその自分の思ってることを年上の人にちゃんと言えたっていうのがあって、うんうんうん、なんかそれが結構ずっと残ってるというか。あ、そうなんや。結構落ち込むことが多かったよね結構ねどんな1年、完璧な1年過ごしてきたんやろみたいなふうにね、うんうんうん、思われガチやねんけど、まあ、本当に受験勉強って、まあ、ある意味も勉強していくだけというかやるべきことははっきりしてて、まあ、1日10時間勉強するっていうね日々なんですけど、頭も心もすっきりしてる状態で勉強できるかっていうところが、受験生がこう本当に勉強に邁進できるかどうかが決まる条件なんですよね。そのためにもできる限りやっぱ周りの人間関係だったりとか環境っていうのを整えることがすごく大事で、その環境っていうのって、まあ、めちゃくちゃみんなの周りになるかっていうとなかなか本音言えないなっていう子もいると思います。なんで、まあ、なんかあったらね、あの私たちこうやって塾やってるので、まあ、いつでもその相談できたりとか、別に何でも恋愛相談でも人間関係のことでも関係のことでも、あの何でも相談受け付けてるので、あのなんか言いたいことあったりとかってしたら実際に来て会いに来てもらったらいいんじゃないかなと思ってます。はい、ということで受験をなめるな。伊庭詩織でした。森蔵でした。バイバーイ。映画館、映画館。でもだぼ。はい。点数字は？数字は？7018です。おー！イエーイ！おめでとう！ちょっと撮ってたの。あ、カメラに向かって一言どうぞ。ありがとうございます。先生に送るよ。今まで、ありがとうございます。Thank you.